9月29日金曜日、横浜スタジアム、横浜 d n a 対阪神タイガースというとこ行はちょっとな。行ってま野球を見る時間がちょっとなかったんでね、えー、今日はちょっとダイジェストを見ながら、見ての感想を述べたいと思います。はい、そうしてください。d n a 戦というのは、C うまあ、あのー 何もなお休みしようと思ったんやけど、あまりにも八百屋木がさ、情けなかったからな,なちょっとそれ見てさ、一言を申し上げたいということやな。まあ、そういうことやね。これって CS、大丈夫だと思うな、まああのそういうことやね。結局ね、CS で戦う相手やんか。そうやろ相手やのに、横浜 d n a 戦というのは、甲子園で2回やって負けて、2回やって負けてと。 連続負けがずっと続いてるねん、しかも甲子園で4連敗してきてて、で今日負けたら多分5連敗のはずやねん、これあ、どこでやっても横浜だったら負けるやんという話やん、これやったら。これ、甲子園でやってたこれはよ、だから最初の冒頭に言うたように、横浜スタジアムですかと,かという話や。横浜スタジアムは勝てへんやろいやいやあの、割と勝てるようになった最後の方は。うは、うんうん。甲子園に来たら強いはずやのに、甲子園に来て負けてば,ばっかりやね、うん。 ここのとことろな、優勝決まってから特にや。まあ、まあ、別に負けてもえにしてももう CS を目前に目前に言うてもまたちょっと先やで言うてもでも CS まではもう他に対戦せ限へんわけやんかもうだから CS を見据えての戦いになるからこんだけ負けてたらなほんまに CS の本番がどうなんてちょっと不安を感じるよね。昨日の試合なんかは勝ちゲームよはっきり言うて。 勝ちゲームもなんで負けたか言うと、やっぱり青柳がシャキッとせへんんだからね。これね、この得点の展開でいくとやで、4回の表終わって3対1で,でタイガースが勝ってるわけよ。勝たなあかん、これやったら。ところが一気に4回に3点取られる。何が悪いかって言ったらファーボールよ。特に先頭バッターのファーボール、今一番悪い。回の先頭バッターを出すと得点になりやすい。 これはどんな野球でもそうですよ。高校野球でもそうやし、プロ野球でもそうですよ。にもかかわらず、フォアボールを出したと。しかもこの回は、4回というのは、フォアボールは2つ出してるわけや。やっぱり複数回、あの、複数、その、フォアボールを出すっていうのは、ランナーは2人出ることやからね。それじゃなくてもピンチになるわけや。で、それにヒットを絡んだら、それは手に取られるわな。で、ヒットを打たれてるところっていうのは、 あのそこそこ低めには来てんねんけどコースが甘い。だから横、d n a のバッターは割と上手に打つねん、低めを。で、ヒットにされると。で、得点になったという。こういうことやと思うんやけどね。この回でヒット1、2、3本打たれてるから。で、ガイアファイで犠牲フライも打たれてるから。で これが3点でしょそれから、あと気になったんは、8回の追加点あ、8回やったかなせやな。8回の追加点。これもよ。先頭バッター9番のピッチャーに代わって藤田が代打。これフォアボールから入ってんねこれブルワーやけどな、点取られたんは。ほんで、ノーヒットで1点取られてんねヒットなしよ。内野ゴロで。なんでか言うたら、ランナー3塁まで生かしてしもってさ。 んででなんか冒頭あったんちゃうあのそれは青柳やから8回ちゃうね、はい、もっと前の回やねんな。そうも言わないよな。ブルワーの時は、何があったか言われると分かりません。そこ見てない。知らない。だから。まだ教えてください。いや、ブルワーの時は、ランナーがとにかく3塁まで行ったんや。うん、で、ランナーが血のやねん、3塁にな。血のやねん、3塁。血のいのは足早いねん。で、セカンドゴロー打って、 セカンド前進守備、中野前進守備してて、バックホームに備えてたわけや、前進守備で、来たらホーム投げるぞっていう感じで、でも、うちの足の方が速かったっていうところで1点失ってんな。何が悪かったか、フォアボールが悪かったわけや、フォアボールのランナーを怒られてしまったわけや、結局は3塁まで、どういう形かは別にしてね、それが悪い、ノーアウトランナーはここでも点取られてるということでしょ。うはい、わ、はいはい、かりました、ね で、青柳にももう戻りますええー、もういんんゃう青柳はファーボールが6個、デッドボールが1個、合計4イニングしか投げてないのに7つ、四四球。これは多すぎるよね。青柳、どんどん悪なって言ってるよな。もう2個近くあるのよ、1イニング。大丈夫こんなん。いや、投げてる球はね、それほどめちゃくちゃ悪いわけでもないんやけども、うーん、ファーボールが多いのは一番あかんな。 投げてる球が悪いんやちょっと低めには来てたりもするしあの、三振も取ったりもできてんねんけども、うん安易に出しすぎよね、もともと大体コントロール悪いからで、たった4イニングしか投げてないのに、119いったらもう1試合投げたから感覚やで。119投った,11たらせ、110やろ、8回ぐらいまで投げた感じや。う で村上なななんかもっと少ないよなそれはコントロレールえもうーフォアボール出せへんもんあんまりこれがあかんとこよ何があかんいうたらフォアボール支持球が多いほんで、えー、支持球とファアンダー数は5本やろ4イニングで要するに回を上回るヒット数やろまずはで回を上回る四死球の数やろもうダブルパンチやんこれ。 11個も打たれてたら4回で十一個もこれあのヒット相当は打たれてあ12個や7つプラス5個で12個はい、はい、それはあかんわ、うん、でもほら中野がさ中野,中野はたった1本しか打ってないねんなほんでも、はい、たった1本やもんやからあの並ばれたがな最多安打中野が162本、うん、中日岡林も162本 そして対戦相手のマキは161本、もう誰が取ってもおかしないよ、これ。試合数多い方が有利や。残り試合は、えー、タイガースが3試合、d n a も3試合、中日も3試合、んない試合みんない試合、ん <laughs> ない緒やいうことは打順があのトップに近いほど有利やわな。うん あの打席が多く回るからまあええやんほかの人一1本でも多かったらそんでいいね。んとなってくると岡林が一番有利や1なんで一番バッターあ,あそっか一番打席回るもん,なんで中野も2番やからい,い,や,んいやいやいやでもあの9回までやっていろんな流れがあって、うん、最後一番バッターが回りましたっていうのと最後4番まで回マキ,やなマキやったら4番まで回らな回ってけんわけやんか、うん、ほなもう回らんと終わってしまった石打席損したてなるわけやん だから岡林は絶対有利中野、の2番まで,まで回るとは限らへん、1番で終わるかもね、最後、9回が。ということで、まあ、阪神としては、勝てる試合を失ったと同時に、横浜はうまく足も使ったし、ヒットも出たし、あのこっちで盗塁もされたし、うん、あ,あ,のあの子こっちがやりたい試合を横浜で d n a にやられたって感じ、なんかのうちは森下、のじゃよそれが打たれへんやん。あのね ノーアウト満塁で森下、<え>大山、それから里照というこの3人が全員三振したという。ここはあかんよね。これノーアウト満塁いうのはいつも私言うんですけども、ノーアウト満塁の時の先頭バッター、最初のバッター。これがガイアフライでも最低でも犠牲フライでも打たんことには0点になる恐れがある。これなんかダブルプレー関連、あの、絡んでなかったのに、 3, つとも3打席とも3人とも打席に取ったって打てたのに3三振やしな。この間も3人とも凡退になった時あったわ、ノーアウト満塁で。だ最初のバッターが先に点を取ってしまわなあかんねどなんというか。どんな形でもええから。それがでけへんだ。っていうのも負けの要因やね、今日は。まあ、泣いてたらしいで。そりゃあそうや。ストライク見送ってボール振ってねんもん。な,こな。なあ。なあ 打てよストライクから最初から打っていったらええねんもっと今まで打ってたやん割と最初から、うん、でボールはやっぱ見送らなさいで最初12球割とストライク取られるケースが多いね、うんちょっと今日は分かれへんだよこの試合は分かれへんだけどあの普通に見てたら内角気味のストレートとか割と見送るねんあんなもんパーンと打ってヒットにせなあかんねん 三塁線を破るツーベースとか、言うけどパーンって打たなかあかんねんけど、うんそれを見送ってしまって、追い込まれてしまって、追い込まれてから、ほら、打ちに行かなあかんなもうツーストライクになってきたしってで、ボーッとしてたらあかんわと思って、打ちに行くやん、ほんなボールなんボールのためやねん。追い込んでるもんやから、ピッチャー余裕あるから、ボール振るんやん。それに手を出してるゃチコちゃんに怒られるで。ほんで、岡田監督が言ってたわ、お客さんに失礼やって。んまお金出してな、見に来てくれてるのにな、あんなボールばっかり振ってアウトなっとったらな。 言うていミエセスのライトの守備初めて見たけども割と動きよかったわでヒット持ちだしなこれはあの後の試合もミエセスちゃうかこうなってきたらなボールに手出してたらなどのバッターもそうですよサトテルなんかもそうやけどもとにかく一番ひどい時言うのはボールに手出すボール追っかけに行くもんやから。 打ちにいって打ちにいって、追っかけるから、ボールであっても追っかけおるとするから、ボール振ってしまうんや、あれ、ボールは振らんっていうこと、まあでも、なんか負けそうやな。この調子やったら CS 負ける可能性ある今、調子悪いもん、阪神のチームとして。な、その調子いい状態で CS に突入すればいいよ、そこやねん、ポイントは。CS が心配やって、もうずっと前の動画見てもらったらわかるんですけど、言うてるんですよ、私ね。 そうなりそうな気がしてきたよ、これ見てたら。最近の試合見てたら。やばいで。ひょっとしたら3位の DNA が日本シリーズ勢いで生き寄るかもわからへんで。まあそういう可能性も秘めてるという。ちょっとこれは CS が危険やな、というふうに思いました。今日はそんなところ。